お笑いでご飯が食べれずに日々本を読んで、うん、本で空腹をしのいでるような時期があった時に、俺らの存在っていうのは社会的に見たら本当に無駄なのかっていうことをずっとそのことばっかり考えてたんですよね、うん、いわゆるすごく東京で大成功を収めるスターの人たちがいて、それがまあエンターテインメントの世界ってみんな思ってるんですけど、うん、実は売れた人間だけが目指して正解で、あと売れなかった人は全員目指したことが間違いだったかっていうと、間違いっていうふうに錯覚しがちなんですけど、その人たちがいなければその成功者が登る山も随分低いものになってて、負けとされてる人たちの存在がむちゃくちゃその勝ち方であったりとか、勝った人の作る作品に影響を及ぼしているっていうのがあって、でその人たち実はそっちが主役なんじゃないかっていうのは。